いとこシリーズ、打ちつけられた人形。中学2年の秋口、俺は勉強や部活そっちのけでオカルトにはまっていた。そのきっかけになったのが近所に住んでいたいとこで、この人と一緒にいたせいで何度かおかしな体験をした。これはその中の一つ。夏休みも終わり、一月が経とうとしている頃だった。俺はいとこに誘われ、家から1時間ほどの場所にある欅の森に来ていた。美人だが、無口でオカルト好きないとこはとっつきにくく、正直二人でいるのは苦手だったが、いとこが買ったバイクに乗せてもらえるので誘いに乗った。欅の森は周辺では有名な心霊スポットで、いわく今は使われていない製材所で夜ごと手首を探す男が出る。いわく森の中ほどに位置する沼には死体がいくつも沈んでいる。といった調子で階段には事欠かなかった。そうでなくても木々がうっそうと茂り、昼でも薄暗い様子は一人きりで放り出されたような不気味なものがあった。いとこが俺を誘ったのも、オカルト要素たっぷりのスポットを探検したいがためだった。森の内部に踏み入るにつれ道は狭く細くなり、やがて獣道同然の心もとないものになった。俺はすでに腰が引けていたのだが、いとこが戸惑いなく進んでいくので、仕方なくついていった。やや大きめの木の下に差し掛かった時、いとこが嬉しそうに何かを指さした。見上げると、その木に板が打ち付けてあった。いや、ただの板ではない。太い釘が大量に刺さっている。近づいてよく見ると、板に細い木材を組み合わせたのっぽな人形のようなものが付けられており、そこに五寸釘が大量に打ち込まれていた。俺は人形を見上げながら、どこかしら奇妙な違和感を覚えていた。藁人形ではなく木の人形。身をよじるような造形のそれは、全体は稚拙ながら関節まで再現され、それゆえに禍々しさを感じさせた。俺はいとこに引き上げようと告げ、元来た道を戻り始めた。いとこは意外にも素直についてきたが、恐ろしいことを口にした。夜に来てみない？牛の国参りが見られるかも。釘、まだ新品だったし。俺は強く反対したのだが、いとこに押し切られ、結局その夜、家人が寝静まった夜半過ぎに家を抜け出した。いとこと待ち合わせた欅の森に着く頃には、深夜1時を回っていた。入り口にバイクを隠し、懐中電灯の明かりを頼りに森の中へと足を進めた。夜の森は静まり返り、昼間とは全く違う顔を見せていた。スズムシやコオロギの声、俺やいとこが下映えを踏みしめる音、有機的な匂い、時折ガサッと何かが立てる音がして、俺をびくつかせた。だがいとこは意に介する様子なく歩き、俺は呆れると同時に心強く思った。昼間人形を見つけた木までたどり着き、離れた茂みに身を潜めることにした。いとこが時計を確認し、懐中電灯を消す。もう少しで2時、楽しみだね。いとこが囁いた。
俺は内心楽しみじゃねえよと毒づきつつもうなずいた。確かに高揚するものはあった。動くものがなくなった森の静寂は耳を刺すようだった。ここに着くまでに多少汗をかいたのだが、それも今は引き、やや肌寒いくらいだった。時間は歩みを止めたかのように速度を落とした。先ほどの紅葉はやがて緊張に姿を変えた。俺は暗闇の中に打ち付けられている人形を思い浮かべ、昼間の違和感は何だったのかと考えていた。木、人形、幹。あ、俺は思わず声を上げた。いとこが振り返る気配。しっと小さな声が聞こえた。俺は違和感の正体に気づいた。なんで思い当たらなかったんだろう。あの人形を俺といとこは見上げていた。もちろんいとこは女、俺はまだ中学生だ。だがあれは2メートルよりかなり高い場所に打ち付けられていた。大人でも五寸釘を打ち込むのには適切な高さがあるはずだ。自分の目の高さか、もう少し上くらい。だがあれは2メートル50はあった。一体どんな奴ならあんな場所にある人形に釘を打てるんだ。俺が強行をきたし始めた時、遠くから下映えを踏む音が聞こえてきた。虫の声が止んだ。かすかな音を立て、ゆっくりとこちらに近づいてくる。いとこが隣で息を呑んだ。俺は自分の手足が冷たくなるような感覚に襲われた。足音が近づく。引きずるような乾いた作家音が混じる。もう目前から聞こえてくる。いくら夜の森でもぼんやりとくらいは見えるはずだ。しかし目の前には何も見えない。ただ足音だけが通過した。そして立ち止まった。木の下についたのだろうか。あたりは再び静まった。もう足音は聞こえない。あ、やばい。いとこが小さくうめいた。逃げるよ。そう言って俺の腕をつかみ走り出す。それで一気にパニックが襲った。必死に走った。よく転ばなかったものだと思う。とにかく何かが、得体の知れない何かが追ってくるのを想像して全力でかけた。バイクの隠し場所にたどり着くと、いとこをせかしてバイクの後ろに飛び乗った。その間、片時も背後の森から目を離さなかった。エンジンがかかり、走り出すとバンド感が全身を包んだ。最後に振り返った時、森の入り口に何か白いものが見えたような気がしたが、よくわからなかった。後日、いとこにあの夜見たものを聞いてみた。俺はかなり後を引きずっていたのだが、いとこは全くこらえていないようだった。あれはね、生きてるものではないね。肉体が活動しているかって意味で言えばってことよ。なんであんな高い場所に打ち付けてあったんだよ。ああいうのは感情の強さによって形を変えるの。死んでからも、あそこに通ってたってこと？通ってたってより、
あの人形そのものになっていたんじゃないかな。あの人形、やたらのっぽだったでしょ。そしていとこは、にやりと笑って付け足した。つまり、あの人形をあんたの家に置いておけば、毎晩あれが来るんだよ。しばらくの間、俺はそれまでとは打って変わって、家中を掃除するようになった。キラキラ。